高橋キリスト教会堂高橋キリスト教会堂は、岡山県高橋市の高野川尾館地区にある旧組合教会系の日本キリスト教団の教会堂である。1889年に建てられた現存する岡山県下最古の教会堂で、岡山県の史跡に指定されている。ライトアップされた教会堂教会堂と、高野川筋1879年10月に、 岡山市から金森通林や中川横太郎らが週一回来て定期的に風俗改良の面からキリスト教伝道を行った。さらに西洋文化の流入や近代化を目指す人々によって高橋市での布教活動が始まり、1880年に新島城が宣教師オーティスケイリと一緒に伝道に来ている。新島が高橋を訪れたことで急速に広がりを、 見せる。1881年講義書に開設し、同年3月には、教会設立のための会が開かれる。1882年4月26日上大地震を牧師に迎え教会が正式に発足し、設立式を行う。同時に、岡山教会牧師、金森通林から15名が洗礼を受ける。また、二宮国次郎らが岡山教会から転入した。 また、岡山四聖人の一人である、留岡康介が革まわれたことがあり、後に、旧西軍日本司令官となる、山室軍兵もこの教会で伝道をしていたことがある。また、アメリカンボードの選挙医、ジョン・カッティングベリーが、伝道書を兼ねて施領書を開設したことで、地域の教育のみならず、医療などにも影響を与えた。しかし、一方で投石を受けるなどの事件もあり、 教会に投げ込まれた白外石が現在も残されている。1889年、西洋建築家の吉田伊兵によって現在の建物が設計、建築された。郵便番号716-0028岡山県高橋市柿の基二26番地郵便番号716-0016岡山県高橋市来急寺町旅案内。ありがとうございます。